このタイミングでフルリジンにもう一度注目した理由は、フルリジンのウサギこと古代都市ウーシューに気をつけない謎多き神社ウサこと宇佐神宮の話をするからだ。宇佐神宮とは、日本に4万社ほどある八幡宮の総本社で、八幡神こと応神天皇と母神宮皇后、そして姫の狼をお祭りしています。しかし、応神天皇と八幡神が結びついたのは、日本神話編纂後の8世紀後半、またはそれ以降だとされるため、日本神話で登場する応神天皇の前に八幡神という神が祀られていたと言われています。しかし、日本神話にはこの八幡神という名前の存在は一切出てきません。また宇佐神宮は応神天皇が主祭神としながらも、最も位が高いとされるお宮の中央でご鎮座するのが姫の狼なのです。しかし、宇佐神宮の謎は、応神天皇のモデルが秦の始皇帝で、この秦王朝の起源の国がヒッタイト王国で、ヒッタイト王国の中でハッティ人、ハタ人、そしてフルリ人が共存していたということさえ分かれば、この謎がすべて解けてしまうのです。まず古代の民族移動のおさらいをすると、アマテラスのモデル女神アニンナを崇拝したアナトリアのハッティ人のところに、エラム地方から移住したハタ人、そんなハタ人がハッティ人と共に建国するヒッタイト帝国は、ヤマド民族の祖ヤマード王国と関係を築くが、後に争いヤマード王国を倒す。しかし、そんなヒッタイト帝国も地中海からやってきた海の民によって崩壊。そのヒッタイト帝国の末裔は、そこから東の中国大陸へ移住し、秦王朝を建国する。そして過去に話したように、秦の始皇帝が中華の8つの国の旗こと八幡を統一したために、日本神話では始皇帝をモデルにした応神天皇が武神八幡神として祀られていると話した。この説を証明するかのように、先ほど話した八幡神の総本宮宇佐神宮には、八幡宇佐宮御託宣集という14世紀頃の記録書が存在し、そこには八幡神はもともと神丹国の神で、今は日本の神になったという記述がある。神丹国とは、サンスクリット語を漢字表記した古代インド人から見た秦王朝の名称だ。つまりこれは、八幡神はもともと秦王朝で崇拝されていた神と明言しているのだ。そしてこれは、秦の始皇帝をモデルにした日本神話の応神天皇が八幡神として祀られているということと完全に合致するのだ。しかし、八幡にはもっと深い意味が込められている。というのも、八幡にはこの二つの漢字が当てられているが、それぞれの漢字を八と旗と読む。そして古代の日本語で他行はた、て、と、て、とと発音されていたため、八は八と発音されていたと考えられる。では八を八と発音していたと考えると、八幡の八、旗のそれぞれの漢字は、秦王朝の前身ヒッタイト帝国にいた八人と旗人を表している可能性があるのだ。つまり、もともとの八幡神とは、ヒッタイト帝国のハティ人とヒッタ人にゆかりがある名称の可能性がある。先に答えを言うと、八幡神の真のモデルは、アマテラスのモデルの女神アリンナや、同一の女神ヘパトなどの夫こと嵐の男神だ。あのスサノオのモデルである都市スサのインシュシナクや、シュメール人の最高神エンリル、そして彼らと同一で古代アナトリアで崇拝された嵐の神ターフナやターハンズと同じ嵐の神だ。
そう言える理由の一つは、新王朝時代の宗教と弓矢というキーワードにある。新王朝を含めた古代中国王朝では、三皇五帝などの伝説的な物語だけでなく、神と書いてシェンと読む魂の教えが信じられていた。そんな神という漢字のこの部分は、稲妻が落ちる様子を表した象形文字である。つまり神とは稲妻を示す存在だというのが古代の漢字からわかるのだ。ちなみに神社の棒が雷の形なのはここからである。では新王朝を含めた多くの日本人の起源である古代アナトリアや古代メソポタミアにおいて、雷を鳴らす神といえば嵐の神で、すでに話したエンリルやターハンズなどの古代神だ。信じられないかもしれないが、シュメール人の最高神エンリルの伝説はそっくりそのまま日本列島に伝わっている。物語はというと、諸女の女神ニンニルが神聖な川に浸かっていると、嵐の神であるエンリルがニンニルに一目惚れをした。そのためエンリルは自らの明るい光の目の力によって女神ニンニルを半ば強引に妊娠させる。しかし嵐の神エンリルの光によるニンニルの妊娠は神々のルール上違反行為だったため、エンリルは死後の世界へ連れて行かれてしまう。女神ニンニルは自らの息子が必ず天国を照らしてくれると信じ、夫である最高神エンリルについていくことを決心し、息子ナナシンが生まれた後死後の世界へ行く。生まれたナナシンは天へと昇り、暗闇を照らす月の神となった。このエンリルとニンニルの神話は、カモシが信仰するカモワケイカズチノミコトの物語となる。カモワケイカズチノミコトの物語とは、玉依姫という女神が川に行き、しばらくすると川上から矢が流れてきた。玉依姫はそれを持ち帰ると性交渉なしで妊娠し、生まれてきたのがカモワケイカズチノミコト。カモワケイカズチノミコトが成人した時、彼は自らの父に会いに行くと言い、雷をかき分けながら天へ登っていったという物語。このカモワケイカズチノミコトの母親玉依姫の物語、神による川にいる諸女の女性への性交渉なしの妊娠は、シュメール神話のエンリルとニンニルと全く同じ。またカモワケイカズチノミコトは最後に神である父親に会いに天に登るとあるが、天に昇るという意味ではエンリルの子ナナシンと同じだ。ただエンリルとは違い、カモワケイカズチノミコトの父親は死後の世界に行ったという物語設定ではないため、まだ父親が天にいるという物語である。それゆえにカモワケイカズチノミコトのモデルがナナシンで、ナナシンの父親が嵐の神エンリルだとすると、カモワケイカズチノミコトが父に会いに天へ昇るとき雷が鳴っていたという意味がつながるのだ。というのも、カモワケイカズチノミコトの父親は雷を彷彿とさせる嵐の神だからだ。玉依姫を妊娠させたカモワケイカズチノミコトの父親とされる川に流れてきた矢には名前があり、それが炎イカズチの狼、またはイカズチの神だ。この名前からわかるように、神を鳴らす嵐の神ことエンリルと完全に一致する。つまり七神を起源とするカモワケイカズチノミコトが天に昇る際、嵐の神エンリルを起源とする嵐の神がいるので、雷を分けて天に昇ったという物語になったのだ。カモシの伝説がメソポタミアのエンリル伝説とつながるわけですが、この弓矢で妊娠させるという物語自体は、大物主やアタッシの神、大山食いの神と同様のものもあり、実際にカモワケイカズチノミコトと大山食いの神は同一とされます。神武天皇を導いた八田ガラスを祖に持つ日本列島起源の氏族と信じられているカモシが、西暦
400年から500年あたりの渡来人、畑氏の氏神、大山杭の神と同一の神、鴨分雷を祀る理由は、鴨氏も畑氏も早く日本列島に来たか遅く来たかの違いがあるだけで、古代の中東が起源の民族だからだ。ただここで重要なこと、それはこの雷を鳴らす嵐の神が弓矢の神様として日本列島に伝わっているということ。日本列島でいつしか応神天皇として祀られるようになった八幡神は、神仏集合後に弓矢の神こと八幡大菩薩として武家たちから信仰を集める。これは八幡神が嵐の神ターフナなどと日本神話で弓矢に化けるエンリルの起源が同じだと知っていなければありえない。そしてこの説を裏付けるように、源義家は八幡太郎と自ら名乗るのだが、太郎という名前は嵐の神ターフナの別名、タルとほぼ同音なのだ。つまり太郎とは嵐の神のタルが起源だということ。ちなみに嵐の神タルは当時のハッティ人の一部からサールとも発音されていた。そのため稲妻を落とす嵐の神を表すモースという漢字にサルという読みも使われていると言える。そしてこの八幡大菩薩は武家たちからさらに信仰され、平将門は信仰の位を八幡大菩薩から認められたとし、天照を最高神とする朝廷からの自立を図ろうとする。もちろんこれは八幡神こと応神天皇のモデルが真の始皇帝だったのも理由だと考えられるが、八幡神を祀る彼らからすれば、別に天照が最高神でなくてもよかったのだ。というのも、宇佐神宮で八幡神と共に祀られる宇佐神宮の実質の最高神、姫の狼が天照と同じ起源だからだ。ではもう一度思い出してほしい。古代アナトリアの嵐の神はターフナ、ターハンズ、タルで、スサノオだけでなく八幡神の起源でもあり、そんな嵐の神の妻が太陽の女神アリンナ、または花々などの女神たちで、天照のモデルだと話した。そして女神と嵐の神の夫婦関係は、天照とスサノオが受け入という名の婚約を交わす物語とも合致していたということなので、スサノオのモデルの嵐の神の妻は八幡神の妻でもあると言える。そして宇佐神宮の中央で姫の狼が祀られていることから、姫の狼は八幡神より位が高い女神。では嵐の神より位の高い女神という条件で合致するのは、古代アナトリアの女神しか存在しないことから、姫の狼とアマテラスの起源は同じアナトリアの女神たちと考えられる。そしてこれにより応神天皇以前の八幡神と姫の狼の話が日本神話に一切出てこない、いや出てこれない理由がわかる。というのも、姫の狼と八幡神という夫婦神はそっくりそのままアマテラスとサノオと同じ起源だからだ。つまり姫の狼と八幡神がアマテラスとサノオと同一ということを悟られないように、一切の神話を隠し、現在まで謎多き神として祀ってきたと考えられるのだ。ではもしそうだとすると、古代アナトリアの女神をモデルにした姫の狼や、アナトリアの嵐の神をモデルにした八幡神を、日本列島の宇佐神宮で祀った人々の先祖は一体誰なのか。それが稲葉の城うさぎことフルリ人だ。アマテラス解体新書、予算 TV 初の書籍出版始まる。